ご視聴ありがとうございます。ちもちもでーす。はい。今日は2021年の3月31日です。はい。お休みを取ってね、青春18切符も買っちゃったんで、宇都宮に行って、で、アキュムっていうね、リチウムイオン電池で走る電車にちょっと乗ってみたいと思います。アキュムっていう電車がですね、どうやら、最初の駅と、終点の駅で、パンタグラフでね充電してるらしいんですよね、まあ、そのシーンもちょっと見てみたいですよね。あと、まあ、途中の駅は、パンタグラフを使わないで走ってるらしいんですよね。だから、まあ、でもリチウムイオン電池で走ってるんで、まあ、どんな音がして走ってるのかねすごい気になりますね。はい、ということでね、宇都宮線に乗って、出発しました。これからの社会は脱炭素社会って言って、ディーゼルエンジンとかはダメよと。で、電気で走るものならいいですよっていうことになってるみたいですね。はい。物をね、燃やしたりして CO2 とかを出したりするのは良くないらしいですね。はい。宇都宮駅に着いた途端にアキュムがいましたよ、アキュム。これ、回送電車で、なんか、反対方向に走ってっちゃいましたね。多分、宇都宮のなんか対比線に一回しまわれるんですかね。いや、感動した。もう早速これで音が聞けちゃいましたね。うん。あ、来た来た。アキュムが来ました。どんな音がするのやら。これはね、まだね、始発の宇都宮駅なんで、パンタグラフがね、ちゃんと上がってますね。多分充電、まあ、走りながらだから、まあ、止まってる間に充電するんですかね。音はどうでしょうね。はい、これがアキュムのパンタグラフですね。で、車内と、あと、はい、ロゴマークがね、アキュムってついてますね。はい、早速乗ってみます。出発。で、架線がついてるところは、パンタグラフを使っていて、ここはね、もうね、少し乗っちゃったんですけどね、ここはもう架線がない、上に線がないところ走ってますよ。どんな音がするでしょうか。さっきはね、宇都宮駅が結構うるさかったんで、よく聞こえなかったんですけどね。今度はよく聞こえますよ。ドアが閉まります。ご注意ください。カラス山駅に到着しました。はい。音はね、いかがだったでしょうか。今はね、充電ゾーンにね、止まって、それでパンタグラフがね、これから金属の板のところに当たりますよ。で、ちょっとね、取り損ねちゃいました。で、私は目で見てたんですけどね、はい、取り損ねてしまいました。すみません。で、今、キューンって音がして、充電してるみたいですね。で、今ね、これ充電中なんですけど、金属の板のところの上っちょのところから、線がね、伸びて、で、横のね、ケーブルのところが、電線みたいになってて、で、ずっと伸びてて、で、奥の方にある多分変電所につながってるみたいですね。で、あそこでね、直流の1500ボルトの、まあ、変電を行ってる、まあ、施設みたいですね。こんなね、結構なところに変電の設備をね、作るなんてすごいなぁと思ったんですよね。まあ、東京電力とか東北電力から買ってるのかなと思ったんですけど、なんか変電設備がありますね。
で、烏山駅をねちょっと降りてみました。でなんかあの信号がなんか飾ってありますね。信号機ね、なんなんでしょうね。で、これね一周ぐるっと見渡すとこんな感じになってます。はい、私とかね、あとなんか散歩してる人が結構いましたね。で奥の方にねなんかあのソーラーパネルがなんかたくさん並んでたんですよね。多分あのソーラーパネルで発電した電力、まあ電気を多分変電所まで引っ張って、それであれこの 1500V にして、それでアキュムに充電させてるんですかね、まあ、そんな気がしますよね。どうやってそのソーラーパネルから、まあ、変電所までね、ケーブルがつながってるのかはちょっと分かんなかったんですけど、はい、多分そんな気がします。で烏山駅のね、ロータリーを見るとこんな感じで、あと駅舎がね、結構まあ綺麗というか、まあ、綺麗でかっこいいですよね。はい、で多分あの斜めの緑のところはソーラーパネルを設置する予定なんですかねなんであの斜めなんでしょうね。はい駅前にね必ずあのタクシーがあるっていうのはね、やっぱりどこでも一緒ですね。はい、ここは駅前通りです。でまたね中に入ってみたら、ここはこの、烏山駅はね毘沙門天の駅みたいですね。各駅にね、七福神がねいます。そろそろね、アキュムが発車するみたいなんでね、駅員さんにちゃんと聞いてパンタグラフ下がるタイミングをね教えてもらいました。はい、これから下がりますよ、よく見ててください。おーすごい下がった。まあ、このメロディーがね鳴り止んで、それからしばらくすると、電車が発車しました。まあ、安心してね撮影して乗り込むことができましたね。シートがね市松模様になってて、あの鬼滅の刃の炭治郎カラーになってますね。ということで宇都宮駅に到着しました。はい、往復してきましたよ。奥に見えるのが多分日光線の車両だと思います。茶色いやつですね。で手前がね、水郡線の青色のねラインの電車が止まってるみたいです。まあこれでねだいたい11時ぐらいに戻ってきたんで、これからお昼をね食べに行こうと思います。でレモン牛乳を、駅中で買いました。 JR 宇都宮駅から東武宇都宮駅の方に、歩いて行ってます。で途中ね川があって、そこでなんか桜が綺麗に咲いてました。はい、こんな感じでね綺麗なビュースポットになってるみたいですね。でこれからね、餃子を食べに行こうと思います。まあ、スーツさんがね紹介してた動画をちょっと見てね、ドンキホーテのところに今います。ちょうどこの神社のあの反対側が、ドンキホーテになってるんで、その地下1階にね行こうと思います。で、キラッセっていうね、いろんなお店が、入ってるところがあります。で羽根付き餃子と、まあ普通の餃子ですけどね。はい、で結構ねあの皮がね、日本の餃子は皮が薄くて、中国の餃子は、皮が厚いそうですまあ美味しくいただきました。私の大好きな羽根付き餃子ですね。このね味気のなさそうな羽の部分を食べるのが大好きなんですねということでね、お腹いっぱいになったんで、今度はバスに乗って、JR 宇都宮駅に戻りたいと思います。歩くのはめんどくさいんで、はい、バスに乗って戻ります。はい、宇都宮駅に、またね、戻りました。 JR 宇都宮駅に戻ってきたのは、宇都宮の LRT のね線路を見に行こうと思って、戻ってきました。まあ、LRT のね線路の動画はちょっと次の動画にしようと思います。でちょうどねここのコンコースのところでね、広告が出てましたね。LRT のね、路線図が載ってますね。ちょうどね赤色の矢印で点滅してるところだけ線路が、建設されてて、あと他のところはこれからみたいですね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。